はい、バディホワイト03弾を、買いました、はい。ボックスはワンボックスしか買っていません。今回ワンボックスしか開けません。すいません。はい、まあこんな感じでね。おー、いたよ。いや、角王だったんですね、キー。はい、そしてキャンペーンもらいました。角王の証を、なんか結構もらいました。余ってたみたいで。はい。まあ予約してないんですけど、もらいました。ゲージ2払って、次の2つのうちから1つ選んで使う。君のデッキから角王を持つモンスターを1枚まで手札に加えてデッキをシャッフルする。相手の場のサイズ2以下を、1枚スタンドする。強いっすね、カウンターで。はい、では開けていきましょう。ここがドーンって書いてあります。ドーンって書いてあります。はい、ハウリングですね。右15パック開けていきます。はい、前編です。はい。はい、2パック目。お、ドラゴンエンペラーいいっすね。おお、装備してるだけでダメージ1減らせる。ちなみに今回バディレアが1種で、究極レアが3種、シークレット果てなし1種ぐらいあるね。シークレット、またシークレットかって感じね。まあ加工大出陣は結構いいボックスですね。買っといた方がいいと思います。お金に余裕のある人は3ボックスぐらい買ってもいいと思います。ちなみに後でもう1ボックス開けます。 Amazon で予約してるんで、まあ今日は1ボックスしか開けられないんですけどね。まあまた Amazon で来たら開けるんで、よろしくお願いします。その時はガチレアか、超ガチレア来た。バーンノバ出たよ、四角。あー、いいね、バーンですね。バーンのバンも一応確保だったんで、表紙が出ました。表紙が、あ、ちなみに俺的にはやっぱドラムだね。ちょっと待って、なんかやばくね、神ってコメントください。神だろう、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 二角魔王のガスモダイの究極レア、俺神、一番欲しいの来た、攻撃力5万。ちょっと神ってコメント書いて、マジで。めっちゃ欲しいの来たんだけど。やーば。ちょっと待って、神神神。神なんだけど、俺。俺やっぱ神だったわ。アーコーブなんちゃる。うわー、俺マジ神。コメントでマジ神って書いてください。クラタナツが喜びます。おー、ドーベル。はい。ゲージ1億。はい、ドラゴンアクセプト。はい。いや、もう俺もう今日別に当たったんでどうでもいいっす。当たっちゃったんでね、究極レアが。しかもアスモダイだぜ、お前。もう俺神だろう。角王のアスモダイとかめっちゃ欲しかったんだけど、しかも究極だよ。どんだけ神っていう。もう別に、まあまたボックス開封しますけど、もう今日別にどうでもいいっすね。もう当たったんで。ワンボックスで当てたんでね、まあ、俺最強ってことでしたね。こう来ました、水曜の采配。お、パースティック、強い。アイテム全ての攻撃力マイナス2000。カウンターです。挙句の果てに100機だからね。100機だね、100機。はい、何パック目だこれ。はい、ガープが出ました。もう究極のアスモダイ出たんで、俺はいいのをサルベージしちゃったんで、まああとはノーマルカード、まあまだね、あんま手に入れてないんで、どんどん欲しい。エレッサ杖プラス打撃1にするっていう、自分をだけど。これ強えぞ、ライフプラス2。はい、ライフ回復等々出た。バンが主役になってる。バン単品だけで映ってるカードってあんまりないんで、まあ珍しいですね。ドラゴンチェンジ。
お、なんだこれ、竜王の盾。その攻撃を無効化し、君にダメージ1。え？俺がダメージ1受けるの。なぜ俺がダメージ。あ、でもコンボを使うためか、きっと。ダメージを受けたことによって、まあ、コンボを使えるように発動しやすくするっていうタイプだな。おお、これはアニメのタスクとガオー。ガオーがなんかおかしい格好してるぞ、タスクより。おいーおいー、アスモダイの超勝ちきた。はい、もう神結果です。もう前半でもう神出ました。神、おい見てくれこれ、究極と超勝ち揃ったぜ。もう俺最高なんで今日結果。もうどうでもいいっすね、もう神とかもう何でも書いてください。やっぱ神でしたね。はい、やっぱ神だった。倉田ナッツは結果的にワンボックスでも神だった。ということで、左15パック開封するのでね、次の動画お願いします。はい、じゃあ二角魔王のね、アスモダイくんが出たということで、ご視聴ありがとうございました。 See you!